このあのくじ引きですガラポン、はいはい、ルアンマガジンすごい、昨日からなんでこれすごい行列だなと思ったらいいな釣りフェスティバル NZ うわしかもなんかちょっと 青みがかったなんか色が濃いですよね。うわ渋いあじゃあもちろんデプスブーツなんかも行かれたこれからそうですねこれからですね、いやすごいこれスピナメもスピナメスピナメもありますよ。これトークショーを聞いてじゃん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 けんです。うわすげえスピナメこれやべえこれいいなぁ。後でギラギラ持ってきます、ね、ギラギラも当たったの。いやこれから抽選から戦うわ。抽選だ抽選だ待てます。いや俺だよお前サボりすぎだこれあデプスブーツで当たったんですね。よっしゃすごくかわいい。来週来週来週あよかったメグタクお土産でもらえるかも絶対あげない。じゃあデプスファンの皆さんそうですね釣り子ファンですね。あ、マジで横浜フィッシングショーようこそ。ありがとうございます。北海道からマッチしておりました。嬉しいです。いや本当に愛し楽しみだったんで。そうですよ。なんか失礼かなと思いながらこう連絡取ってやったのもうすぐ本当に嬉しかったです。ちょっと空気ドキドキだったんですよ。どうですか今北海道の釣りが何が盛り上がってる。今はあの湖に穴開けてワカサギ。ワカサギ。ワカサギやってる。いいですね。今年こそワカサギ釣りたいよ。あ、ぜひ北海道に来てください。皆さん、ワカサギならば北海道待ってます。はい。ね、リポを使ってね、ワカサギ。リバでワカサギ釣りましょう。待ってまーす。マジで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 今箱の長さから行くと、ピンクかもしれないですね。何が入ってんのこれデプスのすごい袋に。尻尾から尻尾から。ここでトラブル。トラブル。ブッキングしちゃった。その中出すとディーパーが入ってるってことだ。おお。おお。マジで？当たっちゃいました。当たっちゃいました。うわーこれはやばいねこれはやばい。すごい持ってるね朝からね。もう全部ね。今日はデプスの日。これ多分今回のフィッシングショーで一番目玉のものかもしれない。ギラギラ攻撃サムネイル。これ30センチぐらい30センチぐらいあるのかね。ちょっと重さとか持ってみて。あ、結構ずっしりしてるね。思ってる思ったより軽い。コードネームバスと比べてどうかな。そんなコードネーム持ってないあ、そうかそうか、さっき話した話。いや、これ誰のサイン。これ奥村さん。鬼でわざわざ出てきた。いやでも今年レアカラーのあの NZ も全部当たってで最後抽選で抽選でついに何枚ぐらいシールみんなでもらったの。一人3枚ずつ持ってて結構な人がいて。これまだデプスのあの全然開発中で販売とかもまだいつしようかっていう。やはりこれなんだ流儀かな。多分あれじゃないですかね。インフィニのブルータルでね。ブルータルで1丸か2丸かつなぎ目まだまだいつ出るか分かんないって言ってたから全然買う。いやちょっと君ら朝から持ってんなと思ったけどここまで持ってると震えたね。これさ震えるね。やばい視聴率めっちゃいきますね。ちょっと どうしようどうしようこれどうしよう どうするこうなんかうまく撮ってください。とりあえずうまいこと撮って勝手にちょっとディーパーブースに置いてディーパーブースに置いちゃおうぜこれでこうイエーイイエーイ遊んじゃってる。釣り子TVに寝掛かりしちゃうんじゃないか。いやこれねいや俺は多分再来年ぐらいまで買えないからこれありがたいなと思うんですよ。これちょっと綺麗に取っとこう。開けましょうこれね。シール
これ映えの写真撮っていいですか。ちょっとごめんなさいね。ジーパーボーベースいやいやいや、すごいわ。やばいなこれ。また明日。何にも思いつかない。重さ測りたいけど重さ測るやつ持ってきてない。なんか考えましょう。はーい、はい、ギラギラ攻撃綺麗だね。どういうとこで使う。いやこれ見しますよ。いやー釣れちゃうんじゃないの。まだ誰も投げてないから、ね、やっぱファーストインプレッションだろうってね。こんなん流したら、ね、いやいやでも投げ倒す。いやこれ投げるよ。まあ俺はあれだけど釣り子 TV 見てるよっていう人たちが当たったっていうのが超なんか関係ないけど俺まで嬉しい。単純にもうちょっとせっかくだからガーッと撮らせてもらってますよ。じっくり見てそれ違う人違う人違う人どうしよう。もうどうしていいか分かんないや。もうどうしよう。君ら持ちすぎ。今日結構朝からじゃあもう楽しんだんじゃん。そう楽しそうは相当楽しい。限定品全部なんだよな。やっぱこの時期はちょっとねブーツが減っちゃったりもあるけど釣りフェスティバルね来たら楽しいね。楽しいっすね。俺もただチラシ配ってるだけだけど楽しいもんなんか。いろんな人の話とか聞けて動画見てますよとかも言ってもらえるし。ちょっと待って面白いじゃんこれ。これちょっといけるじゃんこれ。いけてるなこの人。ほらなんかいいね。どうしよう。じゃあハムレでまずは使わせていただきます。めちゃめちゃ光栄なことじゃん。インスタグラムとかで、ね、いろいろ勝手に人のもらったルアーを使わせていただきますんで。みんなチェックしてる。釣り込み抽選券。まだまだそうだね。でも本当ありがとうそれ店に来てくれて。自慢しに行こうって。いや本当にこれだと思う。ちょっとね。いやまさか当たるなんて。そう。動画でもねこういうの当たるよって動画。始まる前に上げたりしてました。それ見て本当そうそう。あの俺の動画を見て釣りフェスティバルに来て、そう4人でもうギラギラ一択みたいな。当たった釣り子 TV なんかちょっと貢献したいので、ね、まあね間違えた。ずっといなかった。まあでも案外本当ブログ、俺もファンだからブログいつも毎日見てて情報出て、まあ俺はいけないけど、あこれもっと拡散しないとと思ってあげて。セミナーの話だったら全然知らない。ねえ、いろいろ見て、そういう感じね。最初から最後セミナー見るって結構大変なことだからね。まあ月でもあっても案外途中でうーんと疲れる時あるからね。それを頑張ってやりきって。ウェブメンバーでさ、デプスのギラギラが出るみたいなのは分かったけど、何で出るのか全然分かってない。あーちょっとみんなありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。デプスのね、ブログとかを読んでね、どんなイベントやるのかななんてね、いろいろね見てきたんですけども、とんでもないですね、デプスブース。なんとですね、各セミナーを聞くと、その後にね、シリアルナンバー入りのステッカーが配布されて、で、その抽選会っていうのがね、行われて、その商品がなんと、ギラギラ攻撃。嘘だろ、ギラギラ攻撃、まだ発売してないのに、景品で出ちゃうのかと思ってね。まあちょっと自分はね、お仕事っていうか、まあ、チラシ配りの仕事とかもあるんで、セミナーね最初から最後まで聞くとかちょっとできないのかなと思ってね。でもね、情報としてはですね、デプスブースの各セミナーで最初から最後まで聞いてくれた人っていうことで、チェーンとかでこう、最初から入ってきてくれてる人っていうのをちゃんとね、分かるようにするよなんていう風に書いてあったので、まあただね、デプスブースね、魅力的なセミナー満載
祭みたいなので、セミナー始まる前からね場所陣取っておいて、最後にはねそのシリアルナンバー入りのーシールステッカーを手に入れて、でね、釣りフェスティバルの後半にそのナンバーでね抽選で当たるとギラギラ攻撃とか、あまだこれまた出てないねタイニーブルシューターとかね、その他竿とか檻からのルアーとかなんか盛りだくさんで当たるみたいなんで、ぜひですね釣りフェスティバル行ったら、まあ早朝ダッシュっていうわけではないみたいなんで、これはね優しいですよね。各セミナーをしっかり聞くことね、これが条件みたいなので、それでねデプスブースね、いろいろ新しいルアーとか見て回ったりとかで、その他のブース回ってで、抽選のタイミングではデプスブースに行くと、なんとすげえ景品が当たっちゃうかもしれないっていうことで。